一輪車の乗り方を説明します。まずは、一輪車に乗る準備を整えましょう。ヘルメット、膝、肘のパッドを着用し、一輪車に乗る前に身長に合わせて、シートの高さを調整しましょう。最初は一輪車に乗りかかって、壁や手すりに手をついて、バランスを取りながら乗ります。壁や手すりに寄りかかって、バランスを取れるようになったら、ゆっくりと一歩ずつ前に進んでみましょう。一歩進んだら、バランスを保ちながら次の一歩を踏み出します。足を交互に踏んで進むことで、バランスを保ちながら安定して乗ることができます。毎日少しずつ練習して、一輪車に楽しく乗れるようになろう。